今ない〇〇を妄想する M8 招待招待二等兵の友人屋です。隊長です。隊長でございます。はい。テレレーテレレーデンデンデレーデンデンというのは、はい、あのというのは愛知にて、うんうん、大村知事のリコールを求める会見が、うんうん、6月2日ですね、はい、6月2日に、うん、高須さん、うん、イエス高須クリニックの高須院長が発起人として、うん、行われました、うん、ご覧になられました？見ました。1時間40分見ました。かなり音量が 悪いですよね。すごい聞きにくかった。はい、あのメッセージを見ていくと、うん、これもまた陰謀かと、うん、書かれながらうん、うん、で1時間40分見てられねえよっていう人のために、うん、ちょっとどんな内容だったかを簡単にまとめると、うんうん、この高須院長が何を訴えたかったか、うん、これがあのちょうどね6月2日はコロナの、うん、緊急事態宣言というか、うん、ステイホームが一回なくなって、うんうん、これがあったので、うん、私はそのコロナ禍でのね、うん、大村知事の右往左往、うん、で国民はすごい不安になりました。国民というか県民、うん、あここ愛知県、うん、愛知県でございます。いいだろう、羨ましいだろう当事者です、うん、当事者愛知県で今喋ってます、うんうん、愛知県民が、他の県に興味あるんですかね。興味あるんですかね。あというのは、まあうん、今これ愛知県で、うん、愛知県民が話をしてるんですけども、うんうん、結構コロナ禍の中で、うん、大村知事の対応が、うん、その2点3点するとか、うんうん、学校に対しても、うん、その急に辞めるって言ったり、うんうん、やっぱりやるって言ったり、うん、っていうのがうちの嫁ちゃんとかも、うん、ちょっともう信用できない、うんうん、っていうようなことがいろいろあったので、うん、それだと思ってたんですね。このリコールが。リコールが、あー、まあ、結構コロナ禍の姿勢を、うんうん、を元にしているのかなと思ったら、うん、なんで結構当然じゃん、リコールなん、うん、リコールの運動なんで当然だよ、うん、と思って見ていたら、うん、次の日に、うん、結構なんかその芸能人、うん、左巻きの芸能人の方が、うん、その辞める必要ない大村知事を支持しますっていうツイッターが支持しませんを上回りましたっていうのがニュースになってたんですね。でそれを見た時に何が起こってるんだと、愛知県民として何が起こったと、急に左巻きの人たちがうわーって出てきた、あの脳科学者の茂木さんをはじめ大村知事頑張ってるっていう声が急に大きく、お前ら県民かってでなったので何が起こったかと思って会見を見ていたら、うん、まあ訴えの内容は主にその愛知トリエンナーレありましたよね、うん、ありました。表現の不自由展っていうので、うん、1昭和天皇の写真を燃やして残りカスを踏みつける、英霊を貶める、まあ愚か者の墓っていう題名の中で、うん、その特攻隊 の、 そのパイロットたち の、 その寄せ書きとかを鎌倉にして愚か者の墓っていう名前をつけるとか、あとはその慰安婦像、今はもう大元が根本的に揺らいでいる、その今残っている生き残っているおばあちゃんが実はそうじゃなかった、慰安婦ではなかったと。そう、慰安婦じゃなかったことをばらすよって、いやお金のごたごたで、うんうんうん、もうもともとなかったところにできてたものなので、うんうんうん、結局今そこも揉め始めている、うんうん、そのものを平和の像だとして展示をしていた、うんうんうん、っていうものに対して、うんうん、これを芸術作品として税金から補助を与える、うんうん、にこの補助を与えるのに対し、うん、際して、うん、まあ、議会を通す際にですね、うん、このこういった展示をしますよっていうのはリストに載せない、うん、隠されてた、隠されてた、うん、でその隠されてた、うん、で後々その河村市長がですね、うん、まあ、検証委員会を立ち上げて、うん、まあ、払いませんってまず言いました、うん、名古屋市はそのお金を払いませんって言ったことに対して、うん、
愛知県からは、3380万円名古屋市に払え、で行ってきた、で名古屋市も検証委員会を立てて、その質問状を送るが返答はない、でこの、まあ、トリエンナーレっていうのはそのナンバー、愛知県知事がナンバーワン、でナンバーツーは河村市長が責任者だったんですけども、河村さんはそれを知らなかった。責任者っていうこと？いや、責任者なんだが、こんな展示があるよっていうことを知らないからおかしいじゃないか、で話し合いがいいんだけど、話し合いも行われていない、っていう、知らない間に決められてたっていう、でそれに税金が使われるよ、これって問題なんじゃないの、っていうのが主な声だったんですね。であこれでプラス大村さんじゃない、プラス高須委員長は、いやコロナ禍でお前情報漏洩しただろうと、愛知県と、下見しましたね。でそれに対して、バレちゃった人には4万円、な2万円で、バレてた人には2万円みたいなのを勝手に決めて誰も責任を取ってない、でそういったのも全部税金ですと、誰か責任を取ったかと、っていうような訴え、言ってましたね。で言っていた、でこれを見たときに、なるほどと、だから急に左巻きの人たちが、なんて言うんでしょう、表現の不自由点というヘイトですからね、に対して急にその大村知事を支持し始めた、でツイッターでそれが上回ったよっていうことを言ってるのと、あとはその県民じゃないやつがつべこべ言うなみたいなのが上がってくるんですね。だからもう愛知県だけの問題にしとけと、それを言ってる人は県民ですかって言いたいですよね、っていうのに対して高須さんが、高須委員長が面白いこと言っていたのは、いやもう愛知県はね、CBC と中日新聞が牛耳っていて、情弱の県なんです、エリアなんです、ちょっと笑っちゃいますね。情報統制されて要はもう中日新聞が CBC を作って、で高須委員長に言いたかったのは、CBC だけじゃありませんと、東海テレビもそうですと、でも百田さんが言ってましたよね。あ、そうです、ね、会見の中で、言ってましたね、でそんな本当に中日新聞が300万部みたいな、交渉300万部、で朝日新聞が第2位で、60万部とかかな、交渉が30万部とかかな、で毎日が10万部ぐらい、だって基本もう出ている、新聞は全部左なんです、で、情報局としては、東海テレビ、CBC、これは中日新聞、でメーテレ、これは、朝日新聞、であとは中京テレビっていうのがあるんですけど、読売新聞、これは名鉄、なんで、あまり関係ないかもしれないから、ここちょっとテレビでやってたみたいです、会見をちょこっとだけ。でも次の日の中日新聞を読むと、書いてあったのは、テレビ欄をペラッてめくった社会面のほんの文字だけで、昭和天皇の写真を燃やした小愛知トリエンナーレに対してぐらいの表記で、百田さんが言ってた、これをメディアに載せてくれっていう声は残念ながら届かなかったと。届きました？あとメディアから見ました、ね、見ましたか？見てないです。で僕も見てないんですよ、で新聞初め一回新聞パラパラと見て、どこにも載ってなくて、どこだどこだって探して、もうベタ記事というんでしょうか、っていう、ちょっと愛知県って一応名古屋市、日本の、三大都市と言っていいんですよね、多分東京大阪、横浜っていう、横浜も東京だとカウントすれば、これも違和感あるかもしれないんですけど、愛知ちょ大都市でありながら、他県から来た人から言わせると、朝日じゃないんだと、一番読まれてる新聞が、全国紙じゃないと、全国紙じゃない、中日新聞、中日新聞ですと。で、中日新聞読まれている理由としては、チラシがいいと、
でうちのお母ちゃんは言ってます、うんうん、チラシがいいからと。まあうちは取ってないですけどね。でまあ僕もうちの時代、まあ、うん、私が、世帯主になってからも辞めたんですけども、うんうん、まあ本当そんなような土地で、この事件が、事件というか、こんな面白いことが、出来事が、でこんな面白いことが起こりましたと、うん、愛知死闘編、うん、で愛知死闘編かと思ったら、うん、代理戦争だった、左と右のっていうこの仁義なき戦いでございますと。で、県外のやつが文句言うなに対して、河村市長は、いや地方交付税など国民の税金が 0.5 円使われてるよって、みんな 0.5 円使われてますよっていうことを言ってます。国税も入ってますよ、入ってますよって。だからみんなから 0.5 円もらってお金を払おうとしてますよっていうことを言ってます。で新しいニュースとして、昨日あの武田さんが、CBC からレギュラーを下ろされるっていうことも、その高須さんがね、高須委員長が言った、いやもう年寄りは中日新聞の CBC しか見てないんです、っていう CBC に出ていた武田さんは下ろされる、外されるっていう、面白いことが起きています。いらんこと言わないようにですよね、もう。なのか、まあ、武田さんはまあその選挙に出るときはテレビに出られなくなる、まあ、でもこれは選挙じゃないよねと。選挙じゃない、安倍がって言ってる人たちはみんなテレビに出てますよねと、っていう面白い、あの愛知死闘編なのか代理戦争なのか仁義なき戦いが起きてますと。でこれの、リコールの選挙としては、まあ、8月1日リコール選挙じゃない、リコールのリコール請求、リコールの、まあ、票数、署名ですね、署名が85万票、約85万票入れば、リコールが成立すると、で高須委員長が初めやろうとしていたのは、もう中日新聞に自費を使って広告出すと、でそこに署名して持ってきたら成立する仕組みをやりたいみたいなことを、かわいい、高須委員長も頭がカッとしたんですかね、これがいいんじゃないかと思ったんじゃないですか。でやろうとしたけど、まあ、中日新聞に知り合いもいなくて、まあ、周りから止められたからやめたと、いうふうに、でも本当それぐらいこの地域では中日新聞が天下のエリアでございますと、ちょっと本当他の都市圏とは違った、あの左系しかない、そう、はい、ところでございます。すいません、一人でちょっと、で僕もどちらかというと右よりなつもりもないんですけど、いや左でもね上手に騙してくれれば全然いいんですけど、やっぱちょっと今回のこの税の使われ方というのは、愛知県民としては嫌だなって、まあ普通にこうヘイトですよね。別にこのこれを主張するのは、まあ、100歩譲ってというか、まあ自費なら全然、自費で勝手にどうぞです、やるんだったら何も別に問題、問題はというか文句を言うつもりもない、ところを税金使ってやるってところですよね、っていうところを論点にしてる、焦点にして、争点にしてるんですけども、なんかね、またこの会見に来てた人たちが、なんかそのあまり左寄りな、かなり左寄りな、あの、芸術的に認めないって言ってるんですねっていうことを、そういうことやってるつもりじゃないよって言ったすぐ後に行ったメーテレの人とか、なんかあのみんなコテンパンにやられてる感じ、やられてるような感じでしたよね、あれ会社に帰ったら怒られるんじゃないかなとか思いながら聞いた人がね、メーテレですって言ってから聞くわけじゃないですか、でもそう言ってこいですよきっと。ああなるほど、でももっとうまく言えなかったのかっていうのはあるかもしれないですけどね。いやあの論人をねただちょっと懸念点としては、あの出ていた高須さんの周りにいた百田さん、武田さん、あの明治天皇の夜叉子と言われる、あとは有本さん、あと、中部大学の教授の武田教授とかが、その虎ノ門ニュースっていうネットニュースに出てるんですよ、で結局そのあのやっぱりある人は、なんだよネトウヨファミリーかよみたいな、見方をされるのが、されたのがちょっとその私としては、もっとうまく
高須ジャパンがね、うん、高須ジャパンをもっとうまい論人が組めたんじゃないのってちょっと思ってるんですけどね、うん、でも抜群にこうすごいですけどね、あのなんていうんですか、トーク力というか、なんか来た時の返しが、まあ、返しがね、そうなんですよね。そう、あそこに僕が来たら絶対あんな言えないですからね。あんなうまく、あんなうまくもう、こう理路整然とこう詰めていく感じじゃないですか。あれは怖かった。こうどこもただやっぱ百田さんはちょっと感情的でしたよね、まあうん、感情的に、はい、あれはちょっとなんか、うん、ダメダメダメと思いながらちょっと見てたんですけど、うん、あとその高須委員長支持として嫌だったのは、うんうん、そのあちら側、その高須委員長側は、うん、結構その中日新聞とかがちょっとその頼りないみたいなことを言ったときに、うん、そうだそうだみたいな声が上がるんですよね、うんうんうん、一般の人から、一般の人が質問しようとしたり、うんうんうん、こういったら多分高須委員長支持なんですけど、うん、古いとやり方が、うん、って思いませんでした。そうだそうだとかやめてくれよって印象悪いって、まあ、柄の悪い人みたいな感じにいましたよね、うん、あれはマイナスだよって思いながら、うんうんうん、でちょっとあのそんなことを考えながら、うん、まあなんか普通にあの記者の人たちが頼りない感じには映りましたけどね。だとなんかそのメッセージで書かれていたのは、うん、なんかあいつの記者そんなのばっかかよみたいな、うんうんうん、なんかそう程度の低い、程度の愛知程度低いみたいな記者のが、うん、バレちゃったのがちょっと恥ずかしかったです、愛知県民として。まあ愛知他の人の県だったらいいんですかね、あの強豪相手に、強敵相手に言いくるめられる人たちは、記者はいるんですかね。あなのか、いや、うん、記者の中である程度その、うん、なんて言うんでしょう、バランスの取れた左ばっかじゃないとか、左しかいないんじゃないですか。あ基本、どこ行っても愛知県愛知県に左しかいないことはないですよ。愛知県の記者、あ記者があってことですね、記者が、はい、まあ、中日新聞が仕切ってる時点でってことじゃないですか、はい、で今ちょっとあと懸念しているのは、うん、なんか僕の夢で将来その、うん、ここがね、うん、この M8 が大きくなると、うん、ラジオに追われるんだろうなって思ってたんですよ、うんうん、東海ラジオ、CBC ラジオ、うんうん、なくなりましたね。なくなりました。残念です、うん、でまあちょっと考えたのは、まあ、産経系の、うん、オールナイトニッポン、うん、あれ富士の親会社ですもんね、うん、あと日本放送はいけるのかなあとオールナイトニッポンがまだ残ってるっていうのはちょっと思ってるんですけども、うん、あ CBC も東海テレビも消えたかっていう、もうあれじゃないですか、一層高須委員長に高須委員長指示でこうイエス高須クリーン、イエスイエスイエス高須で、うん、はい、行きますよ、そんな行きますよ M8 は、はいはい、いいですかね、 M8 はイエス高須でいいですかね、向こうから断られる可能性ありますよねバカは来るなと。でもまあこれがどこかに見つかって叩かれた際にはもう僕は全然謝罪しますけどね、謝罪するか助けてくださいって高須委員長は高須委員長助けてくださいっていうのを、うん、はい、まあ、謝罪するようなことは別に特に、あの別にだって個人の主張ですから、 そうです、ね、そう今これはうん、言ってたことをちょっとまとめただけです。まとめただけで、はい、1時間40分を見る時間ないですよね、うん、と思って、うん、はい、そう一個人の主張なんで、あということで、うん、叩いてくと言ってもいいですけどね、バットボーが、ね、1万あ初の初のなるほど、バットが多い動画、バット1万とかついたらいいですよ、1万人見てくれてるもうありがとうございます、ありがとうございます、あの読まないように、メッセージは読まないようにして、そう1万に対してありがとうございます、ありがとうございます、はい、というところで、はい、またあの動きがありましたら、うん、はい、あの書いてきたよとか署名してきたよっていうのも含めてやりたいと思ってます、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、チャンネル登録よろしくお願いします、よろしくお願いします、ありがとうございます。